紀ノ国屋へようこそ。アメリカで最古の日本の書店。英語の本でバット。うん、いいね。日本語学習。このモットが大好き。あ、こんにちは、ラファエルさん。ラファエルさん。いえ、いえ。嫌い。ラファエルさん。それそれそれ、おお、走る走る。すみません、すみません、ありがとう。すみません、すみません、すみません、すみません。なな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 、バットマン。なな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 。おおいえ。漫画とアニメでバット。もしもし、もしもし、誰かいませんか？ラファエルさんは紀ノ国屋の社員で、そして日本に住みました。日本の生活はどうでしたか？ちょっと大変でした。その時日本語はあんまり分かりませんでしたけど、それとも楽しかった。日本で一番好きな賞はどこですか？秋葉原です。アニメが好きですか？はい、アニメが好きです。今一番好きなアニメはデスノートと鋼の錬金術師。でも今は日本のドラマの方が好きです。なんか普通の日本語を勉強できるから。見てくれてありがとう。こんにちは。ラファエルさんは紀ノ国屋。あれ、こも。